今回は、田中太郎2に対する、皆様のコメントを紹介していきたいと、思います。田中太郎2はおそらく、もうダメでしょうね。界隈に囲まれて気持ち良くなって、ツイート頻度が明らかに上がっていますから、狂人と触れ合って、症状を悪化させることに、快感を覚えてしまっている状態ですから、もはや誰も田中太郎2を救うことはできません。多分彼は死ぬまで、あのままじゃないですかね。適当。さてそれでは早速、田中太郎2にドン引きしている、一般人のコメントを紹介していきます。なんでカンパの金しかない前提で話してるのかが、意味不明、というかマジでこのレベルの理解力で、誰からにできるのか理解できないな。恥って概念もある程度知能が必要ということなんでしょうかね。内訳も何もあっち側の人間と、ガールズバーに行くこと自体が異常ってことわからないんだろうね。そもそも支援金より吉原弁護士への報酬の方が多いのに、リバイコから持ち出しがないと思ってるんですかね。商業代行代を内訳に入れてたとしても、リバイコのお金であることは明白でしょう。これでガールズバー代は、カンパから出てないような言い方してる奴がいるから始末に負えない。私は自分の頭の出来の悪さを自負しているのですが、その私ですら商業手続きの費用と界隈の開示請求の費用を分けていることは、相手の説明がなくても理解できました。私にも劣る理解力とは、心底気の毒に思います。かわいそうに、赤木レイヤーさんによく馬鹿にされている人物ですね。レイヤーさんの動画を見れば、どれだけヤバい人なのかわかります。うんこの、頭痛が痛い。正直、介護の仕事に近いですね。まあ困難施設も断るでしょうけど、粘着アンチじゃなくて、もはや小林よりも準レグラーになりつつある田中くん。田中太郎にくんもっと言わないと、レイヤーさんが擦るネタがなくなって、存在価値が無価値になる。ほんと暇なんだろうな。日々仕事や作業に追われる自分には、異世界の住人です。戦争はしませんが、リスナーとしては生命の実害が生じない程度に、レイヤーさんがウレションするくらいまで成長してほしい。彼の読解力だと、漫画を読むのにも苦労してそう。世の中には漫画が難しくて読めない層もいるからね。小回りが理解できないんだってさ。人は分かり合える、と真顔でのたまう。頭ハッピーセットな人と問答してほしい。田中太郎には、このビジネスチャンスをスルーしてしまうのか。赤木レイヤーが女の子という悪質なデマも出回ってます。赤木レイヤーは男の子。解釈は人によります。太郎くんは自分の思想があって発言してるんじゃなくて、恋愛の苛立ちがあってようやく発言できるんだからかわいそうなもんですよ。皮肉とか裏に込めた意味とか読み取れなそう。皮肉や例え話、自虐、謙遜、共感といった日本語の機微を理解する能力が欠落しているのでしょうね。迷惑な人ですが本人だけはいたって幸福なのですから困りものです。皮肉とか社交辞令も普通だったらお上手ですねって交わしたり、あなたには及びませんよと意趣返ししたりするのを、彼は本当ですかありがとうございますって真に受けてそうだ。皮肉が通じない人の反応って脇で見てる分には面白い。あの界隈ではレイヤーがデマを流し誹謗中傷を繰り返してるから、近いうちに裁判で負けてチャンネルを失い巨額の賠償をすることになってるぞ。部分的にしか状況を捉えることができない人実在しますね。生きづらそう。世間と考え方ずれてるな。常識が通用しないんだね。国語の授業って大人になると威力が発揮されるよね。あ、こいつ話が通じない人だというのが丸わかりになるからね。田中さん、面白う。道徳の需要がなくなったのって将来的に界隈みたいなのが大量生産されることを意味してるとしか思えん。今年でも回転寿司でバカやったみたいなのが年々増えていくんよ。地獄だぜ。あまりいじめないでとか言っておきながらこすっていくスタイル割と好き。やさぐれのさぐあかなのかと思ってました。認知が似てるから。フルスピードで走るのが俺の人生だった。いいなぁ。息をするだけで商材が集まる。監禁相手が多すぎるだろ。あいつレイヤー2期が大魔王様持ち上げたら、大魔王様叩き始めるんと違うかな。考える。田中美さんみたいな人見てると、常識って大事だなって思うよね。最後までご視聴ありがとうございました。